コネチカット州の軍配置図コネチカット州の軍一覧はアメリカ合衆国コネチカット州内の軍の一覧である。コネチカット州内には8の軍がある。1960年以後、法改正により軍のすべての地方行政機能は各市町村と州が保持している。1666年、それまでの小さな植民地を合わせてコネチカット植民地に統合した時に4つの軍が 創設された。植民地時代に2軍が追加され、アメリカ合衆国が独立した後の1785年に、ミドルセックス軍とトランド軍が設立された。6軍は、初期開拓者の多くの出身地だった、イングランドの地名から軍名が取られた。コネチカット州は軍に分けられているが、軍の政府はなく、地方政府は、市や町の単位となっている。 軍政府は1960年に廃止されたが、地理上の区別のために軍名が残されている。司法組織や保安官体系のためには使われている。裁判所の地区区分は軍単位であるが、フェアフィールド軍、ハートフォード軍、ニューヘイブン軍ではさらに小区分に分けられている。次の一覧はアルファベット順である。また、人口は2010年国勢調査による。 ウェストモアランド軍から1784年にペンシルベニア州に割上トランブル軍、コネチカット西部保留地内にあった。1800年にオハイオ州に割上、現在のトランブル軍。ありがとうございます。